今日もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーターの有村昆です。今回のテーマはこちらです。ジブリ映画人気ランキングトップ10でございます。もうシンプルですね。今ちょうど金曜ロードショーでも、まあ、これ結構定期的にやってますけれども、ラピュタとかトトロとか耳をすませばみたいなもの、まあ、結構やってますけれども、やっぱここに来てですね、本当のジブリ映画みんな大好きなんですけども、ランキングをつけようじゃないかということで、トップ10、これなった映画 .com さんがですね、社内を挙げて総力アンケートを取りました。で、詳しくはその記事は概要欄に貼っておきますけれども、このジブリアニメをですね、ベスト10を決めるべく、今回ランキングをつけております。これね、ざっと挙げるとですね、対象作品となったのは長編となりまして、風の谷のナウシカからアーヤと魔女までの24作品短編は除いております。はい、そこから対象といたしまして10位から発表をしてまいりたいというふうに思っております。ぜひ皆さんもね、映画 .com さんのサイト、これ同時にお楽しみいただければと思ってます。それでは参りましょう。第10位はハウルの動く城です。はい、これ2004年でしたね。はい、いやこれね、僕ね最初びっくりしたのが、90歳の老婆の姿になってしまったソフィーとハンサムな魔法使いのハウルとの出会いっていう、なんかカール爺さんの空飛ぶ家じゃないですけど、最高齢のヒロインが出てきたっていうね、これはちょっと驚かされましたよね。あとハウルにときめくっていうところとか、まあ豪華な声優陣もそう、倍賞千恵子さんとかね、木村拓哉さんもそうなんですけど、なんかこう冒険をすごくしたかなというね。僕はヒロインにちょっと心ときめきましたね。はい、それでは第9位参りましょう。第9位はこちら、耳をすませばです。はい、95年の作品で、僕はねこれ95年当時見た時は自分も学生だったので、すごく等身大の目線で見れた。しかもあんまりこう世界観がぶっ飛んでないじゃないですか。本当にごく普通の、少年少女の目線、中学3年生のしずくちゃんの目線で描かれていたので、なんかもう僕はね、あの当時はもちろん甘酸っぱい思い出をすごくしてたんで共感してたんですけど、今見るとやっぱりもう今の自分はできないなという、なんか何気ないカロリーメイトを食べるシーンとかですね、なんかそういう子供から大人にこうどんどん変わっていく、まさにその、中3の時代の一部を切り取ったっていう意味では、これをねアニメーションにしたっていう、本当にその一部を切り取るっていうのは素晴らしい会社だなというふうに思いましたね。はい、なんか真正面すぎて傷つくのにそれをやるってところにすごく共感しましたね。第8位です。かぐや姫の物語、2013年、これは高畑勲監督でしたね。高畑監督自体が2018年に亡くなってしまうので、もう本当に5年前に撮ったというところですかね。で、僕はこれはやっぱりね、こだわりの水彩画タッチっていう、本当にあのかぐや姫の、なんか昔はよくこう絵巻物とかね、光源氏の物語をよくこう巻物で描いたりしてますけど、それを現代のアートとして蘇らせたっていう意味では、なんか竹取物語の世界観がバッチリだったなっていうふうに思いましたね。これぞメイドインジャパンのコンテンツだから、あの宮崎駿監督の作品はこの後どんどん出てくると思いますけど、なんか高畑監督の法法華経隣の山田くんとかさ、まあちょっと路線は違いますけど、平成たぬき合戦ポンポとか、なんかそのハイファンタジーじゃないジブリっていうのも僕はかなり好きです。はい、それでは続いてまいりましょう。7位、紅の豚です。はい、92年、宮崎駿監督ですね。これもね、僕ね挑戦的だなと思ってるのが、アニメーションは子供のものって誰が言ったんですかって話ですね。あとこの時代からこの宮崎監督の空に対する執着というか憧れというのが、なんか聞こえてくる感じがしましたね。で、とにかく全部真逆をついてくる、裏張りをしてるってのが良くて、なんか主人公で豚って絶対ありえないじゃないですか。しかも主人公のおじさんですよ。だからそういった意味ではハールの90歳のおばあちゃんと同じように、なんか正統派なものはもう散々やってきたから、そうじゃないとこ、そうじゃないところを主人公にしていこうという、なんかポリコレのなんか先駆けみたいなことをねやっていたのが印象的だったなというふうに思いますね。なので、なんかこうコーヒーもブラックを飲めば初めてその時に分かるさみたいな、ね、感じ、大人ってかっけえな、おじさんってかっけえなって思う。あと加藤登紀子さんっていう渋いキャスティングも良かったですね。第6位です。第6位は隣のトトロでした。僕1位かなと思ったんですけど、意外と6位でしたね。88年、宮崎駿監督、まあ、これはね、ホタルの墓と同時上映されたんですけど、当時興行的には失敗してるんだけれども、今はもう名作といった意味で、なんでしょうね、このトロールの妖精とか、まあ、見方によってはあの時サツキとメイちゃん死んでいたとか、まあ、いろいろなね都市伝説あるんですけど、ちょっとこうおとぎ話の
なんか摩訶不思議かな感じというか、あとあのさつきちゃんとめいちゃんが冒頭で遊んでどんぐりかなんか集めるとか、マクロクロックス系をあの見てしまうとか、なんか子供ってなんかこう見ちゃう感覚わかりますよね。僕も子供の時ひょっとしたらなんかあれは何だったんだろうって思うこと時々あるんですけど、ひょっとしたらトトロみたいなものを子供にしか見えないものってあったんじゃないかなというのをね、描く天才だなというふうに思いましたね。やっぱり描写が素晴らしかったと思います。第5位です、風の谷のナウシカです。来ました。まあこれももっとランキング高いかなと思ったけど、意外と5位だったんですよね。宮崎駿監督84年、これぞハイファンタジーの傑作中の傑作と、いわゆる高度な産業文明を破壊させた大戦争から1000年後という完全なるファンタジーなんですよね。でもね、圧倒的なビジュアルとスペクタクル感、今見返してもこのエンターテインメントってね、やっぱり新しいテーマの先見性だったなというふうに思いますよね。あとそのオウムみたいなのがうわーっと出てくるとか、あれやっぱりあのキングダムとかも実写化されてますけど、やっぱり実写化不可能ですよね、ここまでのハイファンタジーになっちゃうと。それをやっぱり圧倒的なボリューム感で見せてくれる宮崎監督は改めてすごい。第4位、千と千尋の神隠し。これはね、だからね、その2001年のもので、本当にあの日本の湯屋をベースに、日本のメイドインジャパンのハイファンタジーはこれっていうところだと思うんですよね。これももうね、まあ、舞台やってますけど、なんかその実写化はまず不可能だったかなと。あとアカデミー賞でね、長編アニメーション賞を受賞しましたけれども、これもなんか僕はもう圧倒的な画力と世界観に押されたっていうところだと思いますね。これあのマイナミの方も書いてますけども、西洋の子供たちにとってこの不思議の国のアリスのような異世界への霊の旅路はアジアへの最初の休暇としてっていうふうに書いてますけども、まさにね、なんか東洋のなんか世界観をアニメで表すとこうですっていうのが本当によく描かれていたなという傑作だったと思います。第3位、もののけ姫です。もうこっからもうハイファンタジーのもの連作ですよね。はい、いやーこれもね、なんかたたり神にかけられた呪いを解くっていう意味では室町幕府の日本が舞台なんですけど、僕はね、日本の神話とアクションと時代劇と愛っていうのがこうごちゃ混ぜにした感じがすごかったなというふうに思いましたね。なんか神話の世界をアニメで描くっていうとどうしても教育的な感じになりがちだったんですけど、やっぱりこれも圧倒的な黒澤明監督の銅の部分で描ききるっていうね、スペクタクル感になってましたね。素晴らしかったです。第2位、魔女の宅急便です。これはもう本当初期作の初期作ですね。89年、まあ最もだからトトロの後、これが当たったから今のジブリがあるっていうことなんですけど、まあ魔女という世界をですね、なんかのキキのね、魔女ファッションもそうですし、なんかこうルージュの伝言とか、なんかポップに爽やかにユーミンさんの歌と共に描いたっていうところがすごくなんか耳障りもいいし、なんかライトな感じがいいんだよな。もののけ姫とか結局千と千尋っていうとボリューム感がすごいんで腰据えてみなきゃっていう感じがするんですけど、そうじゃないライトな感じっていうのがすごい良かった。そしていよいよ皆さん気になる栄えある第1位は天空の城ラピュタです。86年、やっぱり初期作多いんだね皆さん選ぶのね。いやーこれも圧倒的な、なんか小学校低学年の時に僕も見たかな、冒険とはこういうものだというか、それからあとやっぱテーマ曲、地球は回るのやつですねとか、だからなんかテーマ曲のやっぱり、なんだろうな、耳に残る具合とか、それから圧倒的な画力スペクタクル感、それからあとグルメですよね。なんか美味しそうなパンが出てきたり目玉焼きが出てきたりするんですけど、なんかそのジブリの根底となるグルメと音楽と画力っていうこの世界観、この3つがやっぱり集約されていたのがもう初期から固まっていたんだなという意味では、天空の城ラピュタ、まあ不動の1位で問題なしと、素晴らしいというふうに思いました。はい、まあそれ以外にもね、トップ圏外とした思い出ポロポロとか、ポンポコとかポニョ、コクリコ坂から、思い出のマーニー、個人的には僕の思い出のマーニー結構好きなんですけど、なんかユリ映画をあえて入れてきたなっていう面白さがあったんですけども、皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの思い描くランキングも1位2位3位あたりね、教えていただきたいと思います。それからこんなランキング、映画ランキング知りたいよっていうのもコメント欄にてお待ちしております。この、コンテンツ面白かったよという方はチャンネル高評価チャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティック。